ポーギーはアメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン旧原子力潜水艦の5番艦。艦米は他ホ護に生息するマスの一種にちなむ。その名を持つ艦としてはガトウ級潜水艦54番艦以来2隻目。ポーギーの建造は1963年3月23日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に発注される。 1964年5月5日に帰港し、1967年6月3日に、ジョージ・ウェールズ夫人によって命名、浸水した。その2日後、ポーギーの建造契約はキャンセルされ、船体はペンシルベニア州フィラデルフィアのフィラデルフィア海軍造船所に敬引され、保管された。6ヶ月後の1967年12月7日に、ポーギーの建造契約は、 ミシシッピ州パスカグーラのインガルスゾー所に再び発注された。建造途中の船体は1968年1月8日にインガルスゾー所に牽引された。ポーギーは1971年5月15日に収益した。ポーギーは1975年4月22日に沿岸活動のため出港した。5日後。 オアフ島沖合い約5マイルで警戒担当が転覆して漂流する15フィートのセールボートを発見した。ポーギーの乗員たちはボートの主を直ちに救助した。彼は約1時間の間漂流しており、唯一の負傷は潜水艦に救助され艦に引き上げられた時に生じた作家症及び打撲症であった。 その間にポーギーはシンケックス1から75の実施命令を受ける。1975年4月27日にポーギーはカーボネロの船体に対して魚雷を発射した。ポーギーは潜望鏡でカーボネロの位置を確認し、続いて魚雷発射のため約200フィートまで先行した。IC1 ジョセフ・ J バレーズは魚雷発射スイッチを押す命令を与えられた。 数分後に、ポーギーは、メッセージ、サイテッドサブマリンサンクセムを送信した。北極の流氷の間に浮上し、海水サンプルを収集するポーギーの上院1996年8月25日、ポーギーは、シセックスマイナス96の実験を支援した。10月に、ベーリング海峡を通過し、北極圏の海氷下100を超える地点で、数千もの海水サンプルを収集した。 ポーギーは連続的に海流及び海水の塩分、水温を記録し、気候条件を測定するため氷判の間から19回、浮上し、11月26日にカリフォルニア州サンディエゴに帰還した。ポーギーは1999年6月11日に退役、同日除籍された。その後、 ピュージェットサウンド海軍造船所で原子力艦再利用プログラムに従って解体され、作業は2000年4月12日に完了した。現在、ポーギーの水平打はフロリダ州マイアミのペリカンハーバー公園におけるフィンプロジェクトの一部として展示されている。レッドオクトーバーを終え、トム・クランシーの小説、ポーギーは離脱する、ダラスの護衛を行う。 しかしながら映画版ではその部分はカットされている。ありがとうございます。